目を開けると、目の前にニコニコと笑ってこちらを望んでいる萌の姿が見えた。どうだった？顔に取り付いていたゴーグルの端末を取り外して、まだ光に慣れない目をまたたかせる。どういうこと？さっきの彼女を助けるのを諦めますかの選択肢で、はいを選択したんですよ。そしたら、なぜかこの画面に行ったの。何？これ、ゲームだったっけ？そうだよ。自殺をしようとする私を君が止めるゲーム。ゲームをプレイしてると忘れてしまうほどの没入感だった。確かにゲームとしての性能は申し分ない。ゲーム落ち？そう思いながらも、僕は大きくため息を吐く。ゲームとしてはすごいと思う。ゲームをゲームと実感させないレベルの出来だよ。そうでしょ。自信作だからね。ゲーム落ちなんてそんなことある？でもゲーム内容が悪趣味すぎる。どうして？どうしてって、自分を殺すゲームなんてひどすぎるでしょ。自分じゃない人を殺す方が嫌じゃない？それは、そうかもしれないけど。でも、まだ謎が残りまくってるなぁ。どっちにしてもゲームさせて崩壊してるのに、どうやってもクリアできないじゃないか。はぁ、そういうことなら大丈夫だよ。このゲームは、元からクリアできるようにはできてないから。どういう意味？それは。どっちの意味だ？このゲームの目的は、私を助けてゲームクリアすることじゃないから。そんなロマンティックな展開ではないってこと？じゃあ一体何が目的なの？君の記憶を呼び起こすことだよ。記憶を呼び起こすこと？なんだって？ゲームの中で起こったことは、もちろんフィクションだよ。ゲームだからね。でも、ゲームの中で語ったことに嘘は一つもない。何を言って？だから、このゲームが目的を達成できているかどうかを、確認するのはこれからだよ。多分ゲームの中でも聞かれたと思うんだけど、改めて聞くね。思い出した？思い出したって言うと、僕は本当に忘れていたんだね。心はずっしりと重たくなる。森はずっと苦しんでいたというのに、僕は過去の記憶を忘れてノーノーと生きていた。自己嫌悪に今にも突き刺されてしまいそうだ。喉がヒリヒリと痛む。仕方がないよ。辛い記憶だったんだもん。忘れることで自分を守ろうとするのは人間としては普通のことだよ。ふと違和感を覚えた。ゲームの中で語ったことに嘘はないと最寄りは言った。実際に子供の頃に彼女が虐待されていたことや、僕自身が監禁されてたことを思い出した。あれは確かに本当であったことだけど、今の僕なら信じられる。親戚の叔父に引き取られたことの後のことも嘘ではないということなんだろう。ならどうして明るく笑っていられるんだ？ゲームの中の彼女は確かに全てを諦めたような表情をしていた。しかし、今目の前にいる彼女はとても普通だ。笑ってるじゃん。そんな辛い状況に陥っていると思えなかった。むしろ、そんな状況の中で笑っていられること、普通でいられること自体が異常だとも言える。どうして、私がゲームの中と違って、普通にしているのかが、疑問なのかな？僕の心の中を読んだかのように、彼女がニコニコと笑っている、ニコニコと笑ってるんだ。そうだね。その態度に素直にうなずくことしかできない。さすが。察しがいいね。そういうところ好きだよ。さっきも言ったけど、このゲームの目的は君の記憶を呼び覚ますこと。でもそれはまだ前提なんだ。前提？そう、記憶を思い出した。君には真相を突き止めてほしいの。真相を突き止める。あ、いい一枚ですね。モイルは近くにあった椅子に腰掛けると人差し指で得意げな顔をする。私たちが監禁されたあの事件の真相を君に明らかにしてほしい。
え？私が知っている限りの情報はあのゲームの中で提示したよ。獣は飛びかかったんじゃないの？だから私がこれから聞く質問に答えてみてほしい。君ならきっと真相にたどり着けると思うから。真相も何も犯人は僕なんじゃないのか？そうだよね、飛びかかったのは犯人、飛びかかって突き落としたってことになってるんだよね。まあまあ、もう一度じっくり考えてみようよ。これもゲームのうちだと思ってね。そう言われると僕には特に否定する理由もなかった。もう一度振り返ってみるのもいいかもしれない。ってことは別の選択肢に行けばその犯人がわかるのかもしんない。ありがとう。ならまずは過去の事実をおさらいしてみようよ。一つ目の質問、私とソーダが初めて出会ったのはどこだった？あー、こういうのが出てくるんだ。初めて出会ったのは公園じゃん。そうだね、私たちは公園で初めて出会った。うん。二つ目、私のお母さんは誰を憎んでいた？最寄りの父親だよね。それは殺してやる殺してやるって言ってたもんね。そう、お母さんは父に暴力を受けていて憎んでいた。殺したいくらいに。うん。三つ目、私の家に監禁されていた人数は？二人だと思うよ。よく考えればわかるはず。あの日私の家にいたのは一体誰なのか。え？三つ目、私の家に監禁され、さすがだね。三人。四つ目、父の死因は？転落死、刺殺、窒息死。窒息死じゃない。どっちだ？転落死か、刺殺だと思うんだけど。刺殺だと思うんだよな、個人的には。包丁だったし。父は刺されて大量出血で死亡した。ああ、その死に認識で合ってるよ。うん。5つ目、父は何で刺されていた？包丁。アイスピックってなんだよ。包丁だよ。その通り、父は包丁で刺されて殺されたんだ。次が最後の質問、6つ目、父を階段から突き落としたのは誰？え？だって、これ、片白ソータでしょ？それしか考えられないよね、今までの。今までのこのルートだったらそれしか考えられないよ。よーく思い出してほしい。君は確かに心に決めた。でも、その時何が起こったのか、それを思い出して。6つ目。え？階段から突き落としたのは誰？まさか？え、そんなことある？さすがだね、全問正解だよ。え？最寄りが突き落としたの？やっぱり君はすごいね。パチパチと軽い拍手をしながら最寄りが言う。一度整理してみようか。あの家に監禁されていたのは3人。父を突き落としたのは私。嘘！どうやって？階段下に倒れていた父を廊下に落ちていた包丁で最後に刺したのはソーダ。うん。父の死因は刺殺。さて、もうわかったかな？わかったら私に教えてくれないかな？父を殺した犯人は一体誰？フルネーム漢字で入力してください。え？え？これ多分今無理なんじゃないか？
今多分答えることができないんじゃないかな。ただ今このルートはほぼ最後のルートまで行ってるってことだ。わかんないからとりあえず決定遅い。残念だよ。残念だよ。足首。君はずっとそのままで生きるといい。え？グライト、視界が揺らがんだ。ああ、ゲームオーバー。他のルートを回収して、犯人の名前を突き当てるんだ。なるほどね。ここに来るまでに何回私を殺してきたんですか。そんなこと言わないでよ。彼女は能面のような表情になったと思うと、腹部は急に熱くなる。なんでやねん。銀色に輝くナイフが突き立っていた。どうして。君が私のことを思ってくれないのなら、もうやめる。期待するのはやめる。私のことを愛してくれないのなら、君はいらない。生きてる君はいらない。物言わぬ君にする。殺してから君を愛せよ。こんなエンドまであるのか。またかよまさか？まさかね？まさか萌えの父親を殺した犯人ってさ、三人監禁されてて、もう一人の監禁されてた人ってこの人しかいないんじゃないの？そこまで思い出してくれたんだね。やっぱり！三人監禁されてたんだ。三人監禁されてたんだよ。妹と仲が良かったって言ってたじゃん。で、三人監禁されてた状態で、で、もう一人は、見てたんだ、ずっと。正直に言えば、思い出さないんじゃないかとも思っていたんだ。いや、もう答えはそれしかなかった、最後。三人って言った時点で、あれ？三人だったっけ？ってなったんだよ。でも確かに、妹がいたわ。森はところどころにヒントを残してくれていたんだろう。よくよく思い返してみれば、ところどころにおかしな言い回しをしているところが いくつかあった。うん、あったあった。そうだね。君自身に気がついて欲しかったから。で、途中のフラグで、あれ私はってなったから、なんでって思ったから、そういうことがあって。手合わせをしておこうか。うん。まず、あの日父に監禁されたのは、三人、最寄りと、そうだと、ようちゃん。そう、ようちゃんだ、やっぱり。公園で遊んでいた時に捕まったからね。そうだね。父としては、ようちゃんはついでだったんだと思う。私を追い込むための手段の一つとして使えるかもしれないと考えたんだろうね。実際、家に連れて帰ってもほとんど興味を示さなかった。私たちとは別の部屋に監禁していたし。世話はお母さんに丸投げしていた。あ、そうなんだ。二人で部屋にはいたけど、監禁し、へえ。だから、うん、私はそれだけは安心していたんだ。ようちゃんは監禁はされていても、ひどい目には遭っていないんだろうと思っていた。それぐらいの良識はあると思っていた。でも、私の家族は全員漏れなく狂っていたんだけど。そうだね。お母さんは父を憎んでいたし。というのは話したよね。うん。父を殺せるような機会をずっと探していた。
ても自分で父を殺せる勇気はなかった。反抗する気力も持てないくらい私たちは父の恐怖に支配されていたから。うん。だからお母さんは考えたんだ。自分で父を殺せないなら誰かに殺させればいい。お母さんはね、陽ちゃんに父を殺させようとしたんだ。人に言うことを聞かせる方法はよくわかっていた。だって自分が父にされていることを陽ちゃんにもすればよかったんだから。なるほど、なるほどね。食事を与えず定期的に暴力と痛みで恐怖を植え付ける。心身ともに弱っていく陽ちゃんに耳元でささやき続けたんだ。父を殺せば解放してあげると。そういうことか。陽ちゃんだって最初は拒否をしていた。でも体力がなくなり意識が朦朧としている中で絶えず暴力という理不尽な痛みを受け続けていた。その痛みから恐怖から逃げたいと思ってしまっても仕方がないことだと思う。何日も何日もそんなことが繰り返されたあの日、完全に陽ちゃんの心を縛りつけたと思ったお母さんは陽ちゃんに包丁を渡した。あの男を刺すように命令して。陽ちゃんが部屋を出たちょうどその時、私が父を階段の上から突き落とした。階段を落ちて意識を失って倒れていた父を刺すことは簡単だったろうね。君が拾った廊下に落ちていた包丁は父を刺した後に陽ちゃんが落とした包丁だったんだよ。なるほどね。誰の指紋がついててもおかしくないって言ってたもんね。君は階段下で倒れている父の背中に包丁を突き立てる陽ちゃんの姿を見て慌てて階段を駆け下りた。そして包丁を拾い上げて父の背中を何度も刺した後、私たちに言ったんだ。この男を殺したのは僕だ、間違えないで、ってね。そういうことか。だからだ。最終的に殺したのは自分だってことにしたかったんだね。君は私たちの罪をかぶってくれたんだ。実際父の死因は刺殺ではあったけれど、いつの段階で死んでいたのか曖昧になったから、うんうんうん、目論見は成功したと言えると思う。そうだね。萌衣のお母さんが死んだ本当の理由は自殺なの？もう想像はついていると思うけど、お母さんを殺したのやっぱりか。自殺なわけないもんな、そこまで言っといて。お母さんは考えが足りなかったんだ。暴力から逃げたかったら父を殺せと言い聞かせていたけれど、暴力を振る目の前の人物を殺せば簡単に逃げられると考えるのは至極当たり前のことだったんだよ。そうか。私とお母さんにはできなかったことだけど、陽ちゃんにはできた。恐ろしいな、陽ちゃん。ちょっと待って。陽ちゃんほとんどセリフで出てきてないけどさ、陽ちゃん恐ろしい子になってるよ、今のところ。陽ちゃんは、恐怖には負けなかったんだ。だから、包丁を渡された瞬間、目の前にいたお母さんの首元を突き刺した。そして、朦朧とした意識のまま、部屋を出たところで、目の前に父が倒れていた。だから、言われていた通りに、父を刺してしまった。ほとんど心神喪失状態だったんだと思う。いや、ヨちゃんくんすげえバーサーカーだけどね、そう考えると。あの日の真相。ああ、そうだった。要は完全に心を壊されてしまっていた。僕よりもずっと重症だった要は長く PTSD に悩まされている。ただ唯一の救いは、ヨウがあの日の記憶を完全に失っているということだろう。あの日の真相を知ってもらうためにどうしてこんなに回りくどい方法を取ったのか疑問かな。君自身が考えた上で記憶を取り戻してもらいたかったんだ。なるほどね。そうしないととてもじゃないけど信じられないような事実だったから。確かに記憶を失っていた状態でこんな話を聞かせると信じなかったかも。僕がつぶやいたことに、もういは少しだけ寂しそうな顔をする。確かに。
本当にソータが記憶を失っていたら信じない話かもしれないね。どういう意味？そのままの意味だよ。ソータは記憶を失ってなんかいないんだ。僕は最寄りを言ってる意味がわからない。現実っていうのは想像よりももっとひどいことが簡単に起こるものなんだよ。最寄りは本当に悲しそうな表情してつぶやく。君は別の幸せな結末はもう見たのかな。いや、これ以外見てないっす。見てないっす。幸せな結末っていうのはよくわかんない。てか、ほとんどの選択肢がさ、もうダメになってんだよね。今のところ、ここまで飛ばして、多分、一部のエンディングは飛ばしてるんですけど、バッドエンドだったんで。幸せな結末は、え？どれもゲームオーバーだったよ。見ていないっちゃ見ていないけど、幸せな結末っていうのがね、あったかなーっていうレベルなんだけど。そうか。まだ君は知らないことがあるみたいだね。まずは、それを知ってから話をしよう。意識は混同する。なんだこれは。父を殺した犯人は一体誰？ああ、戻っちゃうんだ。なら、君はもう知っているね。最上のより、私はもう死んでいるっていうことを。ん？最上のよりは死んでいる。確かに死んでいる。理論上は。え？飛び降り自殺をした？何回もしたな、それは。それは何回もしたな。だから目の前にいる燃えるは現実の燃えるじゃない。ここはゲームの中なんだよね。そうだよ。だからまずはこのゲームを終わらせよう。意識はブラックアウトする。え？意識は戻って顔に取り付けられてゴーグル端末を取り外す。え、またゲーム落ち？ゲーム落ちなんかすんの？ゆっくりと目を開けると、窓から暖かな日差しが差し込んできて、僕の方を照らす。目の前には、先ほど前の川沿い、最寄りが立っていた。どうして？最寄りは記憶喪失で、病院で治療を受けているはずなのに、あ！死ななかったんだ！そんな僕の疑問を無視して、最寄りは話し始める。さっきの話の続きをしようか。ソータはね、あの事件の後も記憶を失ったりはしなかったんだ。事件の真相を隠すために記憶が曖昧なふりはしていたみたいだけど、あの事件のことをショックで忘れたのはようちゃんだけだよ。そうなんだ。ようちゃんにとっては忘れた方が幸せな記憶だから忘れられてよかったと思う。ソータは私最寄りと離れ離れになった後も、最寄りのことを気にかけてくれていた。とは言っても、子供だったから何かができたわけじゃないけれど、それでも最寄りのことはずっと心配してくれていた。大学生になったソータは最寄りのことを探したんだ。幸せに生きていてくれたらいいと思って。ただ現実は残酷だった。最寄りは親戚のおじにいいように使われてボロボロになっていた。言ってたね、それは。ちょっと待って、一体何の話をしているの？そうだと最寄りの話だよ。心も体もボロボロになって限界まで追い詰められた状態だった。最寄りをそうだは助けようとした。何をしたと思う？え、まさか。僕は頭に嫌な考えが浮かぶ。最寄りが言った言葉が心を引き裂くように突き刺さった。私は言ったよね、ゲームの中で語ったことに嘘はないって。ソータはおじを殺したんだよ。おじ殺したね。おじを殺したね。僕は自分の両手を見下ろす。覚えていない、覚えていない。僕はそんな人を殺した記憶はない。いやいや、殺したよ。バーン言ったよ。僕はそんなことはしていない。した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 。思わず叫んでいた。叫ばずにはいられなかった。
いや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 、殺してますよ、一回、あなた。念のため見に来たと思ったら、みたいなこと言ってたじゃないですか。理解してはいけない。これは、ダメなものだ。本能が受け入れを拒否する。そもそも君は誰なんだ？僕は知ってる。最寄りは、自殺を図って記憶喪失になって、この病院に入院してるはずだ。まるで、見てきたかのように言うんだね。うん、たくさん見てきた。でも、私は、最上最寄りだよ。そんなはずない。どうして、そんなことが言えるの？私と会うのは、10年ぶりなのに、違いなんてわからないでしょ。10年ぶり？わかる？ 10 年ぶり？萌えの首の後ろには丸いあざが3つあるんだ。子供の頃にまるで僕たち3人が集まってみたいだって言ったことがあるから覚えてる。本物ならそれを見せてくれないかな。それで君が納得するならいいよ。髪の毛を持ち上げて見せる。そこには確かに丸いあざが3つあった。これで納得してくれたかな。萌えりが髪を下ろしてニコリと笑って言った。うん、やっぱり君が偽物だっていうのが分かったよ。萌えりの顔はわずかに歪む。どういうことかな。萌えりのあざは本当は2つなんだよ。3つって言ったのは僕の嘘なんだ。体中にあるあざのことを萌えりは嫌がってたからね。一つぐらいいい解釈ができないかと思って僕が適当に言った嘘なんだよ。本当は二つしかないけど三つにして僕たちだけの秘密にした。首の後ろのうなじの部分は鏡を使っても本人にもはっきりも見えないからね。萌えり本人も知らなかったんだろうね。あははは、なるほどなるほど。本当に単純な手に引っかかってしまったね。萌えりは突然大きく口を開けて笑い出した。最寄りがあまりにも大事な思い出だと語るものだから、それが嘘だとは思わなかったよ。実際に技の形を確認しておかなかったのは私のミスだね。じゃああなた誰？降参だよと両手を挙げてみせた。やっぱり君は最上最寄りじゃないんだね。そうだよ、私は最上最寄りじゃない。いや、最上最寄りになったという歴なのかな。どういうこと？最寄りの現状はゲームの中でも話した通り、父親と母親の虐待から脱出できても、うんうんうん、最寄りは地獄からの脱出はできなかった。彼女は本当に追い込まれていたのさ。死にたいけど死ねない。生きているのは辛いけれど颯太にも会いたい。その二つの感情に板挟みになって死んだように生きていた。そんな時に私を拾った。拾った？そう、私は道端に行き倒れていたらしい。私自身もはっきりとは覚えていない。私もどうして自分が道端に倒れていたのか覚えていないんだ。なんかちょっとこんがらがってきたな。最寄りは優しい子だよ。身元もわからない私を家に連れて帰って看病してくれたんだ。私が自分のことを何も覚えていないと分かっても彼女は何も言わずに家に置いてくれた。あまりの警戒心のなさにこっちが心配になったくらいだったよ。半分諦めていたんだろうね。最寄りは地獄の中に生きていたから。地獄の中に生きていた。助けてくれたお礼に何かをしてあげたかったけれど、下手なことをすれば彼女の立場が悪くなるだけだった。体が動くようになってからは、お世話になったせめてものお礼にお金を働いて渡そうとしたけど、それも断られた。お金には困ってないからって。それよりも話し相手に友達になってほしいと頼まれたよ。行くところがないのなら一緒にいてほしいって。そうして私と最寄りの奇妙な同居生活が始まった。最寄りが出かけている間の家事は私が引き受けた。帰ってきたら二人で食事をしながら話をする日々だったよ。これなんか全く知らない話なんだよな。他のルートでもこんな話あったっけってなってんだけど。私と最寄りや颯太の事情に詳しいのは
前の最寄りから聞いたからだ。最寄りはほとんど笑わない子だったけれど、うん、ソータとヨウちゃんの話をする時だけは少しだけ嬉しそうに笑っていた。そんな生活が1年くらい続いたと思う。彼女の精神状態はいつだって不安定で、もう半分以上壊れていた。もちろんほとんどうちのせいだったけれど、それ以上に彼女を追い詰めている理由があった。彼女のことを大切に思う人は必ず不幸になる、というよりも彼女が不幸にさせる。彼女を守るため、彼女を救うために、ああ、犠牲にする。それは初めの時にやって、狂信者みたいに、初めの時みたいなパパ活みたいなやつか。彼女が望んでいなくても、それだけ最寄りは魅力的だった。パパ活みたいな人の話かこれ。きっと引きつける何かがあった。彼女のためなら全てを、そう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 、保険金の話やんね。最寄りは自分のせいで人が不幸になっていくことが何よりも耐え難かったみたいだ。だから私によく言っていたよ。私のことを好きにならないでね、不幸になるからって。寂しそうに儚く笑いながら、ある時彼女が私に向かって言った。最上最寄りにならないって。意味が分からずに聞き返すと、うん、私はそのうちに死ぬから、死んだら私の名前をもらってくれないかって言ったんだ。彼女の精神はすでに限界を迎えていた。いつ自殺をしてもおかしくないような状態まで追い込まれていた。私はそれを止めるつもりも背中を押すつもりもなかったけれど、最寄り自身がもう限界だと思っていたんだろうね。自分自身が自殺をするのは決定事項だと思っていたようだった。それが早いか遅いかの違いでしかない。死んだら私の名前を名乗って生きていってほしい。最上最寄りはどこかで幸せに生きている。最上に最も寄っている人生を生きている。死んだのは最寄りじゃなく、ただの運の悪い女の子が死んだだけだって思いたいから。名前負けしてるよねって言ってたのに、名前負けしないようにしたんだ。それが彼女の望みだった。彼女の望みを断る理由はなかった。過去の記憶も名前も持たない私は、その日から最上最寄りになる努力をした。でも、あなた誰？考え方を彼女からすべて聞いた。話し方や仕草、声帯もそのすべてを真似た。髪の毛も染めたし、顔も作り変えた。顔も作り変える、それほどまでしたんだ。私はそういうのが得意みたいだった。なんとなく感覚で分かったんだ。他人のすべてをトレースすることが私にはできた。半年もすれば最寄り自身も驚くほど私は最寄りになっていた。彼女はこれで私がいなくなっても最寄りはいなくならないねと笑った。私が最上最寄りになれる準備が整った時、見計らったようにソータが私たちの前に現れた。まるで映画のように。知らない、僕はそんなことをしていない。必死になって否定するが、彼女は言葉を止めようとはしない。そしてソータは最寄りの状況を知った後、最寄りの叔父を殺した。最寄りの叔父を殺したんだね。最寄りはとても複雑な顔をしていたよ。彼女はソータが助けに来てくれることをずっと待ち望んでいたから。ただまた自分のせいでソータを不幸にしてしまったことを気に病んでいたようだった。叔父を殺した後、ソータと最寄りはどうなったと思う？え？叔父を殺した後でしょ？僕はそれ以上彼女の言葉を聞けなくなって両手で耳を塞ぐ。しかし彼女は僕の両手を掴むと耳から離し、聞けと言わんばかり見つめてくる。心中した。心中したんだ。一緒に飛んだんだ。何を言って、僕は生きてる。二人がどういう意志でその選択をしたのかはわからない。二人の体の横に置いてあった私への手紙には書かれていなかったから。ただ後悔はしていないみたいだった。
それは二人の幸せそうな死に顔を見れば分かった。記憶はフラッシュバックする。え、そろそろ気がついたかな。彼女が僕の背中を押す。鏡の前に。ダメだ、見ちゃダメ。僕は、私は。君は、肌白い。やっぱり。ソータの妹だ。やっぱり、君は、ようちゃんなんだ。僕は、私はって言ってた頃からそうだと思ってたけど。妹なんだ、やっぱり。お兄ちゃん、ソータの姿ではなく、私の姿が映っていた。そうだろうね。自殺をしたということが信じられなかった。信じたくなかった。あの事件の日からずっと PTSD に悩まされ続けてきた君にとって兄は心の支えだった。兄だけはずっと自分の味方だと思っていたんじゃないかな。それなのに兄は自分を置いていってしまった。そう、そうだった。あの日ベッドで死んでいるお兄ちゃんを見ても全く信じられなかった。ベッドで死んでいる？あんな綺麗な顔で死んでいるはずがない。お兄ちゃんが私を置いていくはずがない。だってずっとずっと私の手を引いて守ってきてくれたんだもん。だからお兄ちゃんが死ぬはずがない。死んでいるはずがない。兄の死を認められなかった君は兄の死をなかったことにした。まだ兄が生きているように振る舞った。自分自身が兄になることで自分が片白ソータだと思い込むことで自分が兄の片白になることで兄を生き返らせただねだね。なん、あの口調、ようちゃんの口は一言も話してないから口調もわかんないもんね。だからあの僕、そうだ、私はお兄ちゃんが死んだなんて認めたくなかった。ソータじゃない、片白ようだよ。思い出したかな。彼女はとても優しい声で今日何度目かの言葉を言った。そう、思い出した。思い出してしまった。涙が溢れる。私は膝をついて崩れ落ちる。私が言うのもなんだけど他人になんてならない方がいい。自分が自分で亡くなってしまう、亡くなってしまう。少なくとも現実から逃避するために他人になるべきじゃない。それでは幸せにはなれない。でも、もじゃあ最寄りは一体誰なんだ。幸せかは自分で決めるべきで他人になって決めるものじゃない。それにソータと最寄りに頼まれたんだ。私たちがいなくなったらきっとようちゃんは悲しむから助けてあげてほしいって。だから私は君を助けることにした。助ける。君に戻す。あ、そういうことなんだ。それが私のやりたかったこと。私はこれからどうやって生きていけばいいんですか。そのためにそのゲームを作ったってこと。すごいストーリーだな。そう考えたらお兄ちゃんも死んで誰も私を助けてくれないのに。好きにすればいいんじゃない。生きてもいいし死んでもいい。私はその言葉に顔を上げる。どうしたの。ああ、別に私は生きることも死ぬこともどちらも否定するつもりはないよ。でなければそもそも最寄りたちの自殺を止めているしね。ただ自分で決めるべきだとは思う。そんな、私はそんなことを決められない。あなたみたいに強くはない。お兄ちゃんがいなくちゃ私は生きていけない。あなたはどうして名前も過去も記憶も何もかも失うで生きていこうと思えるんですか？そんなに大層なものじゃないよ。私は死ぬのが怖いから、生きているだけだから。死にたくないから生きてる。ただそれだけだよ。深いなぁ。死にたくないから生きてるか。そんな身も蓋もない。そんなものだよ。そんなものなのかな。なんて無意味で無価値で理不尽だよ。だから
なだめてすかしてごまかして生きてやるって思えるんだ。なんか深いな深いなそれは。波状してる。まともなやつが誰かになりすまして生きようなんてするはずないでしょ。まあ私は君の味方ではないけれど敵でもないよ。応援してほしいって言うならしてあげるし、助けてほしいと言うのなら助けてあげる。できる範囲でね。君のスマホには私の連絡先が入れてあるから好きにするといい。私はこれからどうすればいいの？繰り返すけど好きにすればいいよ。ただし自分で決めた方がいい。私が言えるのはそれだけだよ。彼女はそう言うと気軽に軽快に散歩から帰るような気軽され病室を出て行った。私は彼女が姿が見えなくなってもずっとその部屋の出口を見つめていた。トゥルーエンド！片白のよう。これがトゥルーエンドか。このゲームを見ていて、ゲーム落ちみたいなゲームを見ていて、で、殺したのは、ようちゃんだったんだ。これがトゥルーエンド。え？あああああ！トゥルーエンドのシナリオだ。いやー、イラストすごいね。イラストとか、すごかった。え？え？まさかのフルボイスか。これさ、ある程度のさ、ちょっと待って、これ話していいのかな？お兄ちゃん、私は生きるよ。気が向いたら二人で見ててよ。今度会った時幸せだって言ってみせるから。何これ、レイターストーリーって。ハッピーエンドその後、トゥルーエンドその後、ハッピーエンドがあんのハッピーエンドがある。トゥルーエンドから見るか、とりあえず。形よ、ここか。私は走ったことで乱れた息を整えると、一度大きく深呼吸をして喫茶店の入り口の扉をくぐった。カランカランと小気味のいい音が鳴って中に入る。店員が近づいてくるのを手で制する。待ち合わせなので。それだけ言うと店員はカウンターの中へと戻っていった。店内をぐるりと見渡すと目的の人物を見つけた。早足でその人物が座っているテーブルに近づいて目の前に立つ。やっと見つけたよ。はあ、驚いた。ようちゃんじゃない。どうしたの、そんなに慌てて。あなたがいつでも連絡していいって言うから、何度も連絡したのに一度も繋がれないじゃない。失礼だな。一度は電話に出たじゃないか。今忙しいからってすぐに切ったでしょうが。そうだって。そうだよ、連絡してもいいって言ったならちゃんと対応しなさいよ。私はできる範囲でって言ったけど言ったね。できる範囲が狭すぎるでしょう。おかげで探すのに随分苦労したわ。そんなに私を一生懸命探して何か用があったのかな。私にはもうないんだけど。私にはあるよ。最寄りの座っているテーブルの向かい側に断りもなく私は座る。何かな。
私を恨むんだったらお門違いだよ。最寄りの名前を返してほしいというのなら無理な話だ。最寄りはもう死んでいるし、私も名前がないと困る。そんなことはどうでもいいのよ。それに私もあなたが最寄りお姉ちゃんの名前を返すとか言ったら私が殴ってやるわ。その名前はそんな軽いもんじゃないんだから。じゃあ何の用かな。本当にわからないんだけど。私からのお願いを一つ聞いてほしいのよ。お願い？そう、たった一つのお願い。なんだろう。叶えてあげる気持ちはあるよ。できる範囲で。微笑を浮かべて最寄りが言う。私は彼女をまっすぐに見つめて一息、呼吸をする。そして告げた。私と友達になって。ポカーンと口を開けた後に彼女は、本当におかしそうにお腹を抱えて笑った。何よ、そんなに笑うことないでしょ。いやいやいや、ちょっと予想外すぎてね。まさか、そう来るとは。何よ、私は大事なお兄ちゃんと大事な友達の最寄りお兄ちゃんを同時に失ったんだよ。あなただって、天涯孤独でしょ。そうだね。だから友達になろう。どうして？私は別に一人でも平気だけれど。私は寂しいから無理。私の言葉に再び最寄りが笑う。素直だね、君は。そうかな？そうだよ。それで友達になってくれるの？ああ、もちろんだよ。なるほどね。はい、というわけでですね、ハッピーエンドがあったということになっちゃうんですけど、このままだと。あったんだね、ハッピーエンドってなるんですけど、トゥルーエンドの方を開始いたしました。いや、深いストーリーだったね。西条最寄りは死ぬことにした。そう。確かに西条最寄りは死んだわ。でも、なんかいろんなところに伏線貼ったって面白かった。ただ、これ動画では多分、いくつかのゲームオーバーが結構あったんですよ。散らばってたんですけど、まあ、カットしてる部分あると思うんですよ、結構。で、行き着いた先があそこで、先にトゥルーを見てしまったわけなんで、ちょっとハッピーエンドの場合は、ハッピーエンドはどんなのかなって、わかんないんですけど、実は僕、他のエンド見てないんですよ。ハッピーエンド見てないんですよ。ただ、ハッピーエンドはちょっと、皆さんの手で見てみてください。ちょっとゲームオーバー多すぎて、どこがどこだとか繋がってないんで僕も。まあ今回はね、これで実況終わりたいと思います。制作者の方、ありがとうございました。とても楽しいゲームでした。ありがとうございました。お疲れ様です。